市民の皆様方に大変お世話になりまして厚く御礼を申し上げる次第でございます。街頭からの挨拶に先立ちまして、今宮崎県で発生している高低駅の伝染病被害に遭われました畜産農家の方々に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。本日は十和田市内の遊説としまして、この7月の参議院選挙青森選挙区におきまして、私たち民主党が公認候補として擁立を決定した畑野里奈と同行しまして、市民の皆様方にお願いに上がっている次第でございます。私たち民主党は昨年の9月に政権交代を果たし、9ヶ月が経ちました。その間、国も地方も日々努力をしているわけでございます。この4月からは農家の個別所得補償制度、そして今第2弾として行われておる政府の行政刷新会議、そして子ども手当1万3000円本年度分の支給など、私たち民主党が政権公約として国民の皆様方に訴えたその公約というものを着実に実行に移しているところでございます。私たちは今政府の行政刷新会議が行っておる独法、いわゆる独立行政法人、霞が関の官僚の天下り、税金の無駄遣いを是正して、例えば保有資産を凍結して国庫に返納させるなど厳しい是正をしていくのが私たち民主党の考えであります。今までのような長い自民党政権や霞が関の官僚支配の下では、到底そういった改革はできないのであります。そういった意味におきまして、私たち民主党、そして畑野里奈の考えは、そういった国民の生活が第一の政治を目指していくというものが私たち民主党の立場でございます。それでは私たちがこの度の7月の参議院選挙に立候補を予定しております畑野里奈をご紹介申し上げ、民主党の政策、そしてご自身の政治理念をご挨拶申し上げます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今中村智信さんよりご挨拶またご紹介いただきまして、今私7月の参議院選挙立候補を予定しております畑野里奈と申します。元青森朝日放送アナウンサーの畑野里奈です。私は今回民主党の公募に応募し立候補を決意いたしました。やはり生活者の声が届かないと政治は変わっていかない、このように強く考えているからです。私は政治の経験は全くございません。そして政治家の家族もありません。しかしだからこそ生活者としての声を、ありがとうございます、しっかりと皆様と共に国に伝え、そして政策として実行してまいります。特に私には今1歳になる息子がおります。今女性にとって子供を育てながら、ありがとうございます、ありがとうございます、働くことはとても大変です。私は昨年出産し1位の母となって、そのことを実感いたしました。地域の中でも子供がいるということで共働きをしたくてもなかなか雇ってもらえない、そういった声をよく耳にします。子供を安心して産み育て教育し働き続けられる環境を整えていきたい、そのように考えております。特に子供を育てていく過程で必ず家計的に不
不安を感じる時期が皆様にもあった、あるいはあるのではないでしょうか。子どもをきちんと世に送り出すまでに思うような教育をしてあげられるか、そういった不安です。民主党では子どもの心を育み教育していくことに特に力を注いでまいります。高校の授業料無償化、子ども手当、そういった点でも子どもたちを支えてまいります。また私、本当の意味で子どもたちが自立し世の中で生きていける、そういった教育を義務教育の中にも取り入れていきたい、このように考えております。また地域の中でもっともっとお年寄りの力を生かし、子育ての現場にも皆様のお力を借りて生かすような、そういった政策をしていきたいと考えております。これ以上お年寄りの孤独死を増やしてはいけない、そのためにも地域の中にお年寄りと子どもたちの触れ合いの場、そういった環境を整えていきたい考えております。また子どもたちの命、お年寄りの命を守っていく、命を守る政治を実行してまいります。地域で守れる命が必ずあります。このことに私は力注いでまいります。私は政治の経験はございませんが、皆様と共に生活者としての声、一人の母親としての声をしっかりと政策に生かし、ありがとうございます、実行してまいります。まずは顔と名前を覚えていただけると幸いです。7月の参議院議員選挙立候補予定者、元青森朝日放送アナウンサー、民主党の畑野里奈でした。今日は地元中村智信さんと共に十和田の皆様にご挨拶に上がっております。どうも皆様ありがとうございました。民主党畑野里奈でした。ただいまのご挨拶は7月の参議院選挙青森選挙区に